皆さんこんにちは、ピアニストの橋沙織です。さて今日も、ブルグミュラー25の練習曲より演奏と解説をしていきたいと思います。今日は6番進歩を演奏します。粒がで、なんか音の粒が立って聞こえるとすごく綺麗に聞こえます。そして、必ず左手と右手を揃えてください。バラバラならないようにを気をつけてください。あとですね、こういう、スラの記号が書かれていると思うんですけども、このスラの記号は、まあ、フレーズの記号でもあるんですね。まずここまでがワンフレーズですね。そしてとここまで来たと思ったら、ここからまたワンフレーズ、ここで一回終わってスタッカーというふうに、スラーのこの記号をよく見てください。フレーズの記号なので、どこからどこまでが一つで始まりと終わりがあるのかっていうのがよくわかるので、見落とさないように楽譜をしっかり見てください。そして後半なんですけど、アーティキュレーションに気をつけてください。右手ですね、ここは切らずに2で切ります。ここで切ります。でその度にディミニュエンド、ディミニュエンド2でスタッカートのところでちっちゃくなるんですね。左もっていう風に必ずディミニエンドになるように、そしてスタッカートにしてください。ここを気をつけてください。で、そしてまた繰り返して前に戻ってきます。細かい指のこう動きというか、そして細やかなアーティクレーションをよく見落とさないように、そんな練習をしてみてください。それではまた次回まで。